皆さんこんにちは。これからですね、写真展、久保田良二写真展アドアブホープの開催にあたりまして、ギャラリートークを開催したいと思います。まず、作家のですね、久保田良二さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。そして、ギャラリー A のですねアドバイザーをお願いしております東京工芸大学名誉教授の内藤明先生です。よろしくお願いいたします。こんにちは。それではですね、これから、ギャラリートークを始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。久保田さん、写真に興味を持たれたっていうのは、関心を持たれたっていうのはどういうきっかけだったんでしょう。自分が写真を撮り始めたのは、目の前に、あるものが、いつかなくなってしまうというか、当たり前に存在するものではないということに気づいたからだと思います。それを残したいっていう。それを残したいっていうふうに感じたんですね。なるほど。今回の写真展のタイトルは A Door of Hope ですけれども、その今回のタイトルについて少し考え方を聞かせていただけますか。はい。展覧会のタイトルは、このシェルターのこれは、ドミトリーと呼ばれる、まあ、ベッドが 50ぐらいあるんですけれども、そこの入り口に貼られていた、聖書の引用から貼られています。まあ、久保田さんがこのドアとこの、タイトルと言いましょうか、あの名称を見たときはどういう感じにしたんですか。最初にここをご覧になったとき、実際はですけど、あまり最初は見えてこなかったというのがあるんですね。まあ、そういうこういう聖書の引用がいろんなところに貼ってあるんですけども、最初はあまり見えてこなかったというのは、その必死で最初はまず行けるのに大変だ、行けるのに必死でどこに危険が潜んでいるかわからないっていう中で、これが見えてきた時はある程度この何て言うんですかね、馴染んだ頃、どこに何どういう危険があるかっていうのが分かってきたので、まあ仲間というか、まあお互い、まあこの人はある程度信頼できるだろうっていうような人が、まあできてきてからですかね。はい。今回写真展するときに、これのこのタイトルにしようと思ったのは、もう最初の頃からですか。それ最初の頃、そうですね、まあタイトルを考えるにあたって、まあこれしかないだろうと。あ、今回のこの作品の中の人物はほとんどホームレスだと思うんですけれども、まあ、ホームレスという言葉自身は僕はあんま好きじゃないようですけれども、このホームレス、この人たちを撮影しようと思ったのはどのようなことがきっかけといいますか、どのような考え方だったんですか。ですね、自分が撮影したのは自分の身の回りにいた人たちでした。つまり自分としてはホームレスというふうに思って撮ってはいないです、うん、でそうではなくて、ありのままのその人間というか、自分にとっては仲間であったり、あるいは人生の師匠というかであったりもしました。そういう身の回りにいた人たちを自分は撮ったというだけです。でなのでホームレスという言葉は自分は使っていません。でそれはステートメントでもホームレスという言葉を使っていないんですけれども、うん、そうですね、ホームレスとして見てくださいというようなことは、言っていません。そうではなくて、人間として見てほしいというふうに、考えて、自分はそのようにしています。まあ、たまたま同じ場所にいて同じ生活をした隣の人という。そうです、すぐそこにいた人たち。まあ、それだけにこう視点が、ゴーズさんの視点がこうよく出てる作品だと思いますけれども、現在写真をこういろんなところで発表するっていうやり方には、Facebook とか Instagram とか、ウェブベースでの表現の方法っていうのは、まあ、日常的にありますけれども、今回はここのギャラリーはもちろんプリントを展示するギャラリーですけれども、その久保田さんはあんまりっていうか、ほとんどインターネット上の提示は行っていない、プリントに非常に、
一つの考え方があるっていうことだと思うんですけども、そのプリントに対するお考え方をちょっと聞かせていただけますか。はい、自分はその、インターネットによる、発表はしていないんですけれども、それを自分は否定しているということでは全くなくて、写真のあり方というのは多様であっていいと思っています。その中で作家が何をするかというふうに思っています。で、自分にとってはプリントという形が一番、適しているなと、すっきりしてる、適していると、はい、思いました。で、というのは、自分が目指したのは、彼らと再会するということ、つまり、彼らをこう目の前に存在させるということを、このプリントによって、目指しました。なんで、でそれができるのはやっぱりプリントだけだというふうに、例えばこの中でこうディスプレイを置いて、そこでこう表示するっていうやり方もあるかと思うんですけども、それとはやっぱり根本的に違うぞっていう、全く違うと思います。やっぱりプリントがいいという、そうです、具体的なものだけに可能なことが、物理的な存在ですからね。それだけが正しいとかっていうことではなくて、一番すっきりする、それだけに可能なことがあると。ああ、なるほど、ね、そして多分データにはデータに可能なことがあるんですけれども、今回はそれを、やらずにプリントのそのに可能なことを追求したというか。なるほど。写真はカラーのものと黒白のものと、大きく2つの表現方法があると思いますけれども、久保田さんは非常に黒白写真に何か一つ大きな考え方があると思いますけれども、その黒白写真を今回、利用しているっていうことはどんなことでしょう。はい、ですね、自分にとっては、色というものが、よりこう余計なものというか、全然否定的な意味ではないんですけれども、情報が多すぎるというふうに感じていまして、もちろんその色にしか表現できないことというのがあって、それは否定していないんですけれども、今回あえてそのモノクロにしたというのには、この人たちの本質を見てほしいというような、思いがありました。例えば白と黒であれば肌の色とか、あるいはそういったことがなくなる、もう全て平等の、ただ人間がいるという、同じような人間だという、そうです、そうです、何も違いはない、それが自分が感じたことなんですね。こうやって外国まで行って、で、日本人ですけど、で違う文化に触れていく中で、違いよりも自分たちは同じ人間なんだっていうことがどんどん見えてきたんですよね。カラーの情報よりも黒白の情報の方がより今回の目的には合っているという、そういうことですね。はい、また技術的なことなんですけれども、黒白のプリントを作る方法というんでしょうか、やり方には、いくつかの方法があって、久保田さんは、大部分のそのやり方をテストされたと思うんですけれども、そういう意味で今回の、この展示が、ゼラチンシルバープリントという材料を使っているということで、そこのこのゼラチンシルバープリントを今回利用された目的とか考え方ってどんなことでしょう。ですね、自分はこの作品を、撮影しまして、で、じゃあいかにこう形にしようかというのを考えました。で、最初は、フロンティアの、カラーペーパー でモノクロっていうのをやっていたんですけれども、黒が出ないという問題があって、で、どうしようかっていうふうに考えた時に、インクジェットっていうことも考えたんですけれども、やっぱり化学定着でないということがどうしても気になっていて、で、ずっとその展示の機会がないわけではなかったんですけれども、そういった話があったのはあったんですけれども、やっぱりどうしても納得のいくプリントっていうのが作れなかった、ということがあって、ずっと見送ってたんですね。で、もう今回ちょっと、写真公社の方で、デジタルデータを、
印画紙にプリントできるという方法が、まあ、これ非常に革命的なことだと思うんですけれども、まあ、いわゆる要するに、まあ、化学定着のプリント、モノクロプリントがデジタルカメラを使ってできるということを知って、まあ、これはもうこれしかないというふうに思って、今回はこの方法を選びました。一番のポイントは黒なんでしょうか、それとも白なんでしょうか、それとも途中のグレーか、それとかこう階調整とか、どういうことが一番、先ほど言われてたのはこう黒のことは少しおっしゃったんですけれども、はい、黒ですね。やっぱり黒ですか。やっぱり黒の存在感、はい、黒が決まれば他も決まる、うん、なるほど、はい、で今回は全部ウェルティシルバーをプリントと、そういうことですね、はい、でまあ、今回こうご覧になってご自身の感想はどうですか、はい、もう一回ご自分の作品を、まあ、これだけの数をこの大きさで見るのは初めてだと思うんですけれども、はい、どんな印象でしょう。これも自体自分で初めての経験で、もう自分としてはもう見ながら最初の観客として、まあ、震えが来たというかなんというかこう人物たちが動き始めたというような感じがしました、はい、彼らが生き始めた、うん、息づきが、息遣いが感じられるみたいなことですかね。つまり再会したと、うん、いうことができたかなというふうに思っています、まあ、ぜひあの多くの方がこのプリントを見ていただきたいものですよね。そうですね、はい、できるだけ多くの人に、でまたこの、ゼラチンシルバープリントというものが、より何て言うんですかね、まあ、注目されていくというか、うん、より見直されていく、もしくは共有する、共有するというか、うん、はい、ことにつながっていけばいいなという、久保田良二さん、内藤明先生、どうもありがとうございます。写真展ですけども、まあ、久保田良二さん、カメラですね、GR2 なんですよ、リコーの GR2 使ってます、それで、まあ、先ほどお話ありましたように、デジタルデータをですね、バラ板の印画紙に、レーザー録をして、それから暗室処理で仕上げるというプリントなんです。これはですね、もう本当足を運んで見ていただきたい、オリジナルプリントを見ていただきたいというふうに思います。会期はですね、2月22日月曜日まで、開催しております。ただいま営業がですね、時短営業で4時までとなっております。よろしくお願いします。皆さんどうぞ足を運んで、ご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。